これがポンちゃん、工房清水でね、あそこに工房様がいらっしゃるんですよ。ほら、工房様、工房様やってまいりました。よろしくお願いします。4号目って書いてあるでしょ。磐梯山はね、頂上が5号目なんですよ。2つの説があるんですよ、ポンちゃん。一つはね、富士山は3776メーター、磐梯山は1816メーター、まあ富士山の半分以下なんで、まあ上を5合目にしようという、そういう説とね、磐梯山はね、この沼平の噴火がね、何万年、2万年前ぐらいにあって、その時はね、まだね、この上があったんですよ。この5合目はてっぺんじゃなかった。そう、5合目だったんだ、本当に。そうだからね、本当はそこからね、あと5合あって、それが吹っ飛んじゃって、今の磐梯町の方にね、なだれてね、磐梯町出来上がっちゃったのね。猪苗代湖も多分その頃できたと思うんですけど、なので本当はこの先があったから、ここが頂上が5合目、頂上が5合目、はい。でその状態をそのままずっと被って今も残っているので、頂上が5合目で、この清水小屋のとこが4合目と4合目ね、まあそういう説があるんですよ。まあ、僕はね、どっちかというとそっちの説のが好きなんですね。ポンちゃんもその説好き。はい、まあそういう感じです。うわー、よいしょ。まずはビールを2つ。はい、ありがとうございます。ポンちゃん、はい、今日はね、ありがとうございます。ローソンセレクトね、ちょっと空いちゃってる、欧風ビーフカレー、はい、これ欧風ビーフカレーで、もう一つはね、バターチキンカレー、バターチキン、はい、これを今日はね、いただいてみて、まあとりあえず乾杯しますかね、ポンちゃん。カチン、これもカーン美味しいでございます。あ、ポンちゃんの目が、あー、冷えとる、うん、めっちゃ冷えとる、ほら、うまいで。あ、大丈夫ですよ。コーヒー、おしるこ、甘酒、なめこじ、カップラン、おでんはね、大根、卵、さつま揚げ、こんにゃく、ゴム、昆布、全部入ってます。カップスープ、フルーツポーチ、ホットワイン、もちろんビールもあります。中でどうぞ、お休みください。いい、冷えてます、本当に冷えてますね。冷えてた、おいしい、うん、あとポンちゃん、3分クッキング、お願いします。まずご飯をほぐします。ポンちゃん、はい、どうですか、結構温まってますね。温まっているみたいです。カレーの成分もっと温まるんですか。ポロッとポロッとね、ポロッときましたよ、ね、うん、チキンカレーね、はい、あっちいいから、あっちいいからね、うん、うん、あ、これ乗ってるの、はい、あ、あっち、こっちはね、欧風ローソン欧風ビーフカレー、今日はローソンセレクトです。あっち、はい、あ、いい匂い、うん、どうぞ、うん、あ、すいません、ちょっと、はい、こっち開けるで、開けて、開けて、ジャッパー、うわ、すげえ、カレーの匂いがプンプンや、うん、ね、いただきます、うん、いただきます。バターの風味がしておいしい、うん、うん、うん、米粒が硬い、米硬いな、うん、米硬、うまい、うまいで、おいしい、うん、ローソンカレーもなかなかやりますね、うん、生で食べると美味しいね、うん、作って食べるとこがうまいや。すみません、あの磐梯山昔19メーターだったのが、はい、変わったのはどうしてなんですか。あの2010年に三角点になってて、それ作り直したんですよ。はい。それ
それで、あの国土地理院の方がそこから GPS で測ったら福井。珍しいですよね、そういうのって。他の山ではあんまり聞かないですもん。いや、他の山もこうその頃に測り直して GPS とで高くなったり低くなったりあ、してるんですか。はい、してます。そうですか、はい、ここだけかと思ってた。精度が上がったってことですね。そうですね、GPS で、みんなよく言うんだよね、昔は19メーターだったのになぁなんて3メートル3メートルの違いが。俺は子供の時は9っていう数字を反対にしちゃったみたいな。そういう案もあるな。ここはね、ゴールドラインがね閉まるまでやってますからね、はい、はい、大丈夫です。それでは渋谷さん、さよなら。また来まーす。行くぞ、ポンちゃん。千両ポンちゃん。それでね、あの下に見えるはお花畑。お花畑。磐梯山のお花畑で、今はね、お花はないですけど、あの有名な磐梯クワガタとかね、あの白山千鳥とか、あの真っ盛りの頃は綺麗ですよ。はい。その頃ぜひね、来てください。その頃来てください。ね。花真っ盛りの時綺麗よね。花真っ盛りの時。7月ぐらいよね。はい。それであそこに見えるはね、天狗岩。天狗岩。ね。冬場はあれ目指して登ってきたね。登ってきたね。あそこにね、よくカモシカが立ってたりするんですよ。おお。はい。今日はいませんね。今日はいない。はい。おんちゃん。おんちゃん。今ね、工房清水小屋から降りてきて、あそこにうっすら見えるのが赤沼。赤沼。赤沼というけど、今は緑色になってます。緑沼。はい。それでね、ガスガス出てるけどね。あそこがね、裏のね、天狗岩。天狗岩うっすらだね。うっすら。天狗岩もうっすらでね。で、ここね、ずっとね、岩なだれでね、崖っぷちになってて、あの、ザラザラーってな、落ちてるんですよ。ザレ落ちだね。ザレ落ち。はい。で、僕らはもう少し先の方から河口壁に降ります。そして、あの、赤沼のとこまで行きます。そう、赤沼のとこまで行きますよ。はい。行ってみましょうかね。ここ、しがみねがね、ちょっとガスの中からね、お目見えって感じで。ほら、お目見えしてるでしょ。あれがくしがみね。だからね、太古の昔はね、ここがね、爆発して、全部吹っ飛んだと。まあ、そんな感じで。ここが爆発。そう、そこが爆発で、ね。ちょっと緑が生えてる。そうなんですよ。ここが爆発で吹っ飛んで、それで沼平っていうね、まあ、水たまりができたっていうね。はい、今でもガス臭いですよ、沼平。ガス臭い、ええ、ガス臭いです。いつでも噴火して OK っていう感じなんですよ。活火山なの？活火山ですよ。磐梯山も、うん。はい。こっち側はね、ほら、すごい崖なの。ね。崖。今でもね、石がね、常にね、ゴロゴロ、ゴロゴロってね。まあ、岩なだれって言うんですけどね。そう、落ちてる音がするよ。はい。ガランゴロン。あそこの岩にも川上って書いてますけど、まあ、裏磐梯スキー場に戻るときもね、こう、川上方面、川上方面と、まあ、行っていただけるとね。それで、河口壁の底に着いたときに、川上か裏磐梯かの分岐がありまして、そこを間違えなければちゃんと帰れます。はい。まあ大体道よくできてますからね、大丈夫だと思うんですけどね。だから川上方面と思って、あ、いいのかなって、間違え初めて来る人はね、分かんないじゃないですか。川上って書いてあって、え、これ裏磐梯行くのみたいな思うでしょう。河口の壁の下に降りるまでは川上方面へ向かっていくんです。下見がよう見えとる今。なんか巨人のようだよ、巨人さんみたいな。しがみね、巨人。すごい景色でしょ、ボンちゃん。この来たところがもう全然わからんよね、この状態だと、ね。はい。この桧原湖からね、この河口壁はね、やっぱり磐梯山の中でもね、僕一番好きなこの風景。はい、あんちゃん。これが裏磐梯河口壁のね、七本岳看板さんですよ。7本だけ看板さん。はい。7本がね、
下同じこう幹っていうかね、いっぺんに生えとるのね。ね。それでみんな仲良くね、ちゃんと生えとる。みんな伸びとるよ。すごいでしょ？7兄弟やな。うん。これはね、ラッキーセブンですよ。ラッキーセブンや。はい。じゃあ、ポンちゃんに前に立ってもらいましょうか。ポンちゃんが、ラッキーセブン。ラッキーセブンにあやかって、今日はね、あれですね、ロトセブンを買いますよ。はい。これが7本だけカンバとポンちゃん。はい。ポンちゃんでしょ。はい。ここがね、河口壁なんですよ。串ヶ峰のね、裏側の爆発した方。ね、裾の長いな。うん。それでね、紅葉もね、ちょっと赤くなってる。で、ここね、河口壁降りたところ。河口壁降りました。ああ。こっからね、はい、岩なだれ広場ね。ポンちゃんの好きな岩なだれ広場。岩なだれ、ガレガレの広場です。うん、ガレ広場ね、うん。広いんだよね。すごいの。うん、これね。冬は特にね、それが真っ平らでね。真っ平らでね。うん、雪の上で。本当にすごいよ。はい。ここに標識がある、ね。割れてるよ。割れとるね。うん。熊が割ったか。これなんだ。ねえ、熊、ね、かな。熊かも。うん、この、この割り方は。割り方は。食べたな。きっとバリバリした。うん、食べた。あららら。こっからね。かけらがほら、落ちとるもん、ね。磐梯山の山頂までは 1.8 キロ。うん、で、川上登山口の方へ行くとね、4.8 キロ。それでね、裏磐梯スキー場がこれ4キロ。こっちだと思いますね。私たちは裏磐梯スキー場へ戻ります。ね、4キロ戻るんですね。ここ戻るのか。まあでもね、実質、スキー場までは2キロくらい。うん、ら岩がそこですよ。そうですね。岩なだれ。ここが、ポンちゃんがなだした。ガレガレ広場。ガレガレ広場。そして、あそこに見えるのが、今やまだ煙を、吹いてますね。磐梯山も活動してますよ、ポンちゃん。活動火山でございます。はい、ね、活動中。活火山でございます。ここはガレガレ広場。広いよ。広いのよね、これ。このね、すぐ後ろがね、串ヶ峰のね、河口壁。